はいどうも、プレイヤータカです。ということで今回はなんとタカ、愛車のマフラーを交換しました。ついにですよ、やっとはい、やっぱりね、車のスポーティーさを求めているタカにとっては純正マフラーではやっぱり物足りない。そこで愛車のインプレッサに装着したマフラーは、マフラーの老舗メーカーの富士坪製のマフラーを装着することにしました。まあこの富士坪マフラーなんですけど、前の、タカの愛車レガシーツーリングワゴンにもこの富士坪製マフラーを装着していました。やっぱりね、あの富士坪マフラーってうるさすぎず、また静かすぎず、まあちょうどいいスポーティーサウンドなんですよね。なのでやっぱりこのマフラーではお世話になってる富士坪のマフラーをこのインプレッサにも装着させてもらいました。今回はもう実は取り付けしてもらってますんで、今回取り付けたマフラーの詳細とマフラー音を早速聞いていきましょう。はい、ということで今回取り付けさせていただいたマフラーなんですけど、オーソライズ S というマフラーなんですよ。この写真で見てみると、まあ純正マフラーの形とあんまり変わんなく、かっこよさが伝わんない感じなんですけど、装着画像をねちょっと見てみると、マフラーエンドがかなり大きく迫力もあったんですよ。その太さ102π、まあ102π と言ってもね伝わりづらいんでね、表現を変えますと、実際のねこのタカの手をグーにして、そのマフラーの穴に突っ込むとスポッと入っちゃうんですよ。まあそのぐらいの大きさと言ったら伝わるでしょうか。まあとにかくね、音も大事なんですけど、迫力の見た目も大事ということで、これに決めさせてもらいました。またマフラーの出口をオプションで焼き色グラデーションにねできるということで、追加料金はねかかりますけど、それも実施していただいて純正と比較しますと、ここまで変わるんですよ。いやーマジで改めて見てかっこいい。スポーティー感といい、迫力感が半端ないです。テールエンドの焼き入れグラデーション入れて正解でしたねこれ。そして先ほどのタカの拳がスポッと入る実演、これでね、あの出口の迫力感が分かっていただけるかなと思います。ほんまにスポッて入りますからね。ということでここからが本番です。純正マフラーと今回装着したオーソライズ、マフラーの音を聞き比べていきましょう。今回は場面設定があって、運転している時の車内音の加速の音と、停車している車の車外音と2つの設定でね聞き比べてやっていきましょう。それでは音の方がねちょっと大きめなんで、音量の方は注意して聞いてください。それではレッツゴー。プレイヤータカの湧きあいあいチャンネル、さあ行くぞ。
行くぞ。プレイヤー高野わきあいあいチャンネル。はい、マフラー音聞き比べていきましたが、いかがだったでしょうか。社外のマフラー音はさすがにね、近隣ではできなかったんで、山の方で撮影させていただきました。まあそのせいでかなりね、虫の鳴き声などなど、まあ結構入っていたので本当に申し訳ございません。はい、ということで話は戻しまして、なかなかいいサウンドしてましたよね。オーソライズ S はマフラー形状を見た限りでは、まあ純正に毛の生えた程度の音かなとね、正直思ってたんですけど、意外にね、タカのちょっと好きなサウンドをしてましたね。逆にね、このサウンドでアイドリング時は純正とねほぼ変わんないんですよね、あの音量。まあそのギャップにも今回正直びっくりでした。これでも一応車検対応マフラーなんで、車検時にも一安心です。あとね、マフラーって長い期間走ってるうちに音量の方もねそれなりに増加していくんで、まあ新品でこの音量なんで正直ね怖い部分もありますけど、まあ心の先で楽しみにしている面もあります。これでまたね、あのタカの運転する楽しみが一つ増えましたね。はい、ということで、今回インプレッサのマフラー交換して純正と音を聞き比べてみたの動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、メインの動画も頑張りつつ、このように車のカスタム動画も増やしていくつもりでやっていきますんで、このタカをまたよろしくお願いします。それではまたの動画、ライブでお会いしましょう。